僕の名前は光月総一郎です。1回だけ食べたことあります。でもそんなにめちゃめちゃ好きではなかったです。Meine Fresse。はい、すごくいいルームメイトでした。喋るときは喋って、2人部屋はやっぱり自分の時間を欲しいときもあったので、そのなんかメリハリはすごくいい感じで、すごくいい時間を過ごせました。まあ、やっぱ試合終わるたんびにハイライトでしっかり、自分のゴールを見たりはしていたので、まあ、1、2回、3回ぐらいは見ました。低音クラスがすごく好きで、去年の夏に見出して、もうすごく面白くて一瞬で全部見ました。スポーツはやっぱり、ワールドカップもそうですけど、多くの人や子どもたちに夢や希望を与えれると思うので、僕も夢や希望を与えれるような選手になりたいと思っています。やっぱ WhatsApp が一番大事です。今海外にいるので連絡手段は基本 WhatsApp なので、 WhatsApp がなかったらすごく困ります。やっぱりピッチの中でももちろんたくさんアドバイスをしていただいたりとか、しますし、ピッチの外でも、すごく話している中ですごく学ぶこともたくさんあって、本当にピッチの中と外でもすごく吉田選手から学ぶことが多いです。朝は基本6時半には起きています。野球が好きです。まあ、でもあまり見ないんで、まあ、実際今のところサッカーしか見ないかなって感じです。焼肉が一番好きです。あとラーメンも好きです。本田圭佑選手です。僕が小さい時に2010年のワールドカップを見てから、すごく僕の中で将来の夢であったり目標っていうのが明確にできたので、すごく本田選手からは、自分の人生においてすごく、影響を与えてくれた人物です。ちっちゃい時からサッカーする前にゴルフをしていて、まあ、自分の中ではすごくゴルフは上手いっていうか才能があるなと思っているので、まあ、ゴルフは隠れた才能かなと思っているんですけど、最近してないのでちょっと上手いのかは分からないです。青と白、愛してるだと思います。